どうも、マンでございます。最近、ヒゲを蓄えているわけじゃないんですけど、すみません、なんかこう、なんとなく剃ってないです。このまま伸ばそうかな、まあいいわね、適当です。で、今日は、えー、あれですわ。この間ね、質問でいただいた被写体依存性のお話っていうのをしようと思っています。はい。 いつも、ね、最近ね写真写真じゃない、まあ、写真関係なんだけど動画の話動画の話動画で話をする時に何,何でか知らんけどあの1話20分ぐらいになるんですよでまあ僕基本的に演説癖があるので私生活でもあ,のあいつまた始まったよみたいな感じでしたけどね写真会社行った時にもまあそのしゃべくり自体はしゃべることが別に好きっていうわけでもないんだけど説明しだすとちゃんと説明しようとするからうちの奥さんなんかにも「周りくどい」っつって怒られてますけど。 い、ま、20分動画的にはまあいいのかなまあねとりあえずこんな感じでいきますけど今日はこの間あのご質問いただいてた被写体依存性っていう言葉は僕が勝手にいつも通りですけど勝手に造語していますで被写体依存性ってまあどっかでも言ってるのかもしれないですけど要は写真って被写体によって左右されちゃうよねっていう話ですね まあ誰でも気づくでしょその気づくというかねその誰でもそういうのを痛感するはずなんですよ。僕も撮り始めてすぐにあれって思いましたでそれをねその順序立てて説明していくとまず写真を撮ってない状態です全く何もしていない iPhone, iPhone でこうパチパチってやるとかコンデジを記録用に買ってみたっていう普通の人ですよ。でそういう人たちにとっては写真っていうのは他人が撮るもので自分が撮るのは記録。 ですよねで肉眼で見た通りにワンタッチで映らないと怒る <laughs> そうでしょたいねなんでこんな思い通りに映らないんだというと機械だもんっていう話ですね機械があなたの気持ちをこう,こうおもんぱかって忖度してこうやるためにはもう頭からこうケーブルをこうつないでやるしかないですよハッピーにみたいなこうねやるとハッピーに映ってくれるみたいな。 そういうい世界まままでではあとまだかかりますで結局僕たちはそれが足りないしあと直接機械を使った方が気持ちよくなれる変態の人たちもね僕,僕らみたいな多いので。 なのでその自分でダイレクトにやりたい。あのー、ねま、まあ、そうですよ。っていうことなので、えー、まずはその写真をやらない人っていうのは基本的に何でもオートで撮って写真を他人が撮るものでその出来上がったものを見るもので写真っていうのを出来上がった状態を見た時にそのどれぐらいレタッチで手間がかかっているとか例えばねとかそのどれぐらい撮影が大変だとかブロンカラーが何百万円するとかそういうのは一切どうでもいいわけだどうでもいいんだもちろん本当どうでもいいもん。 で映画見てるだけの人みたいなもんですよ映画を作る苦労とか知らないんだけどエンターテインメントってそういうもんだからそれはもちろんん当然いいでですよでそこから一歩進んでなんか写真を撮るっていうのが自分で撮るっていうのが面白そうだと。 料理を食うだけの立場から写真をあの料理をする立場にねするあのスイッチしていくと意外と面白そうだなって言って写真を撮るようになりますよねでまあこの動画を見てくださっている方はもカメラ買ったばっかりの方からカメラをまあ下手するカメラ買う前かカメラ買ってない状態からもうかなりゴリゴリやってる人までいっぱいねいろんなばらけていると思うんですけどまあそのカメラを買ってあれこれできるようになってくるとだん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 その写真を撮る技術の方にこう興味が向いていくんですね自分がやるから当然ですよそのそれまでは出てきた刺身を食ってただけ だけだったんから一切気になってなかったんだけど、どうもこの魚の下ろし方はうちでやってるのと違うな。とかそういうことを言い出すんですよね。そのどうもなんかこうお湯で閉めてやるからとかそういう細かいこと言い始める、僕一切料理できないんですけどね。あの、その割に料理の例え多いですけどね。あの、そういう風になっていくんですね。だから写真を撮ってる人もこの人はどう撮っているんだろうな。だからまず、最初に段階としてはまず全くやってない状態からカメラ買うでしょ。でなんだろう。まずはそのカメラの操作ですよね。どういう風に？ 使っているからその写真が撮れるようになっていくんだろうになっていくじゃないですか。で自分が撮,る撮ってダメだから上手い人の見てなんかあんなふうに撮るにはどうしたらいいんだろうなって写真雑誌を買ってきて次に絞りがいくつで撮ってるとかあ,のあれですよよ,よく見るあのデータあるでしょあの ?F いくつ ?AV モードで撮っていてとかっていうやつがあるでしょ僕はあれ正直どうでもいいと思うんだけどなんでかっていうと僕の場合僕のとこに来た人にはマニュアルモードで早めに撮らせるからあれは当然の帰結なわけですよ。なので あのまあいいよこの話はねマニアックすぎるんでいいですけどあれまあね正直カメラ雑誌はあれが大事なんだけどねあの僕もデータ出せって言われれば出すんだけどあの雑誌に寄稿する時はねやるんだけどでそ,のそういうのがまず気になるようになって設定が気になるようになるでしょ要は。で設定が気になるようになって同時にあのカメラの機材ですよ。 このカメラじじゃゃどうも限界なんじゃなんいか人によるんだけど人によって何が早めに気になるかはあの人によるんだけどそのこのカメラじゃダメなんじゃないかとか僕の場合はあのフリッカーっていう海外向けのにまだ日本語ローカライズすらされてないと思うんで確かあのえ今ヤフーがやってるとこですねヤフーが買ったあの写真投稿サイトでも今全然タッチしてないんですけどフリッカーっていうサイトを見て好きな写真をフェイバリットってあの星マークつけられるんですよ。 えしばらくわーっていろんなとこ行って「好き好き好き」って「フェイバリットフェイバリット」ってやって自分のそのアカウントに戻ってくると自分がそのフェイバリットをつけたお気に入りをつけたやつをぶわって一連で見られるんですよ。で後からそれを自分がフェイバリットこうパッと見て「あいい!」って思ったやつで良かったやつが全部ハッセルだった、まあ、全部言い過ぎなんだけどマジな話78割ハッセルでプラナー 80mm で撮ったやつまあ要はカルツアイスのレンズでフィルムで撮った写真ばっかりだったんですよ。 なので俺これどうもカールツアイスっていうのが好きらしいなってそこからカールツアイスはまったんだけど皆さんもよくあると思います。自分が例えば今キャノンを使っているんだけどどうも好きな写真がニコンばっかりだなとかなったらニコンの方が自分が向いているとっていう可能性が高いんですよね。なのでそういうふうにその自分が何を使っている他人が何を使っているっていう道具が気になるようになっていくんですよ。でその道具が気ににななるようになって っって言っても,もちろんん同時に設定どんな設定定どなで撮っってていいのかかななとか気にででしょでもだん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 それで同じような道具を使ったり同じような設定を使ったりとかしてやっていくとでもどうもそのうまい人たち自分が理想にする人たちのところに追い,追いつけないなでじゃあなんでだろうなんでだろうって人によっては老現像するようになり人によってはフォトショップを使うようになり。 ですよねそうやってどん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 使えるツールが増えていくんですよ。でその使えるツールが増えるごとにどん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 その人の写真に対する思考も広がっていくんですね。どこまででががが写真っってていいうのが広がっていくんです例えばプリント技術がすごい人の写真を見たらプリント技術もマスターしなきゃいけないんですよね。 そうですねだからフィルムの時代フィルムの時代なんてフィルムの現像プリントまで自分の手でやっていたんですよ。まあ今デジタルだからプリントもできるんだけどもちろんその辺も込みでの評価になってくるのでそこまでやりたいと思ったらそういうところまでやらなきゃいけないしやって自分でできるようになるとそこまでが写真の範囲になるんですよ。だから一番最初の iPhone で撮ってる人たち普通の人たちと比べると写真っていうのは他人が撮って突然提示されるものが自分でこうカシャってやるだけのものだったのが プリントまでですするるものになるんですよ現像液でとかフィルムがどうとか現像液も自分で調合してとか何度だとどうとかってやりだすんですよね何号の紙がどうとか追い焼きとかやりだすんですよ。でその辺までいってデジタルの場合もローゲン像自分でそのプリンターでプリントとかって、ね、作品展示だとかやってそこまでいってはたと気づくんですよ。あれってでも俺たち写真の技術についてアーだーうーやってるけど被写体の良さには勝てないんじゃないのって気づくんですよ。 だからそこではたと気づいて例えばなんだろうな、まあ、う一番簡単な理由で言うとすごい美人とそう美人でもない人を同じ条件同じ機材同じ人が同じタイミングで撮って、まあ、ストロボとかだとガチガチに一緒になるでしょ写真違っちゃうの当然なんだからスタジオなんかで撮っていて、あのー、例えばまあ芸能人とか撮りますと。 そういう人たちを取るときにスタンドインって言って、まあ僕もよく身代わりでよく使われるんだけど、あの要は身代わりの似たせ格好の人を被写体の位置に置いて、その人を一辺仮にね、あの仮で取ることで的として取ることによってとりあえず当たりを見て、でその後で本編をあのな何々さん張りましたーっつってわーって取るわけですよ。全然違う。だからね、セッティング全部同じはずなのに僕と。 まあその役者さんとかね売れてる役者さんとかって見比べると同じ人間なんだろうかっていうところまで遡ってやっぱ違うわけですよ当然ね衣装さんとかも違うしそのヘアメイクさんもね入ってるしなんだかんだトータルで違うんだけどでも結局被写体パワーの被写体パワーを持ち上げるためにヘアメイクさんとかスタイリストさんとかやるわけじゃないですかだから結局ねそこに帰っていくしそこで旗と気づいて一番最初の段階まで振り返ってみると被写体 あの写真を一切撮らない人っていうのは被写体しか見てないですから。ですよ。何 <laughs>、ね、かおかしかったけど被写体しか見てないんですよ。まあ、それは当然ですよ。例えばなんアイドルのなんとかちゃんが写ってたらアイドルのなんとかちゃんとしてしか見ないわけですよ。で面白いのは前にも誰かに話したんだけどこの動画でもどっかにあると思うんだけどアマゾンとかでアイドルの写真集を見てみるともう何て言うんだろう なん説明が難しいんだけどそのアイドルの写真がん写真集だからアイドルが写った写真をこうまとめて売ってるでしょ本にして売ってるんだけどだからそのなんて言うんだろう写真としての側面っていうのが一切なくってそのアイドルの子がどう可愛く見えてるかとかそのよりもっとえぐいポーズじゃないととかっていうその実にこうフリーダムに注文つけてるわけですよ。 それ誰が読んでだから匿名だからやってるんだろうけどそういう観点からの写真の見方っていうのが僕からすると逆にいつも衝撃的でその別に何のレンズを使ってるからどうとかそこまでいいんですけどねでもやっぱり立ち返ってみるとそ,そっち側のね立場に立ち返って写真っていうものを振り返って見てみると結局写真っていうのは被写体を撮るものであって当たり前なんだけどこれ今動画見てて写真やってない人は何こいつ言ってんだと思うんだろうけど本当そうなの。僕らは 機材とか技術とかそういうところにハマりがちなんだけど結局被写体依存性ってもうめちゃくちゃに高いんですよ6、7割ぐらいだと思う結局のところなので例えばコンディションの良くない花とコンディションのいい花って比べた時に散りかけの桜ともう全開でいい桜って言ったらみんな全開の桜見たがるんですよ見る人そうでしょだからよほど特殊なそのなんだろう写真 まあアート系全般そうなんだけどそういう被写体依存性の罠にはまっちゃう人っていうのが一定数いてそういう人例えばそのホルマリン漬けの標本とかそういうの取り出したりとかエログロ系とかに走ってくんですよでエログログ系の人はね僕からするとあの個人の自由だから当然やりゃいいんだけど別に僕見ようと思わないですエログロ系は好きにやりゃいいんだけどなんて言うんだろうなその被写体のトリッキーさにね取りつか,かれちゃってるわけでしょ。 だから僕らみたいなガチンコで腕で正面からガーンって殴り合おうぜっていうわけでもないしかといって被写体にいわ,ゆるいわゆるポートレートの人たちいるじゃないですかこれ見てくださってる方もたくさんいると思うんだけどいわゆる女の子ポートレートの世界の人たちグラビアほどエッチじゃないんだけどちゃんと女性性は写しますみたいなあのあの独特の世界ねああいう世界の人たちっていうのは被写体依存性がかなり高いのをもう皆さん撮ってる方はご存知なわけですよだからあの世界で勝つにはカメラに金かけるよりもポートレートモデルさんで高い いだって佐々木希さんをコンデジで僕が撮った写真とまあ僕じゃなくてもいいんだけどコンデジで撮った写真と例えば別にそうでもないモデルさんをものすごい技術で撮った写真があったとしてよほどすごい技術で撮ってない限りはインスタグラムにアップして僕佐々木希ちゃん撮ったんだっていうんのも莫大ないいでつくと思いますよ。 なんか写真っていうのは別にそうやってその写真の意味がないぜって言ってるわけじゃなくて僕ら立場としてどうもわきまえた方がいいらしいっていうラインが最近ね見えて最近でもないで見えてきて要は被写体依存性ってどうしても高いの絶対高いのマッターホルン撮るのとその近所の小山を撮るのってマッターホルンに決まってるじゃないですかその見たい俺だってマッターホルン見たいもんでしょだからそこはもうしょうがないのそこはしょうがないんだけど僕らが技術を磨いて素敵な機材を使ってファンシーな機材ね使ってやるっていうのはその被写体力プラス 基本ねおまけの部分だと思った方がいいの本当は。技術の話をうんんしている人の口から出る言葉じゃないかもしれないんだけどそれはもう厳然とある事実としてあるので被写体がいかに素晴らしいかを僕,ら僕たちは伝える通訳ぐらいの存在でいた方がいいと思う。なのでそういう風にどうしても被写体依存度が高い世界だというのは覚えておいた方が損はないと思います。しょうがないんだもんだってそんなもんね。なのであのポートレートの人はもうとにかく美人を探す。 っていうわけですで逆に僕たちプロの世界になったりプロじゃなくてもいいんだけど依頼を受けて取る人っていうのは被写体が決まってるんですよ最初からこの被写体ですそうですかわかりました何とかしましょうその世界なんですよ僕はねプロとして仕事したり依頼を受けて仕事したりするのが楽しいのはそこでもう要は縛られてるわけですよ最初からね高だからその なんていううだろう被写体が決まっちゃっててそこに対して技術を乗っけてその人をいかによりよく見せるかと目的に沿ってねもちろん、あのー、おじさんが被写体として来るとしてそのおじさんをどう見せるのかっていうのもお客さん側である程度は決まるじゃないですかその中で全力を出せるっていうのがすごく面白いのでそういうアプローチの違いがあるしその辺が芸術写真ともやっぱりちょっと違うところで僕はその辺があの商業写真を撮っていて非常に気に入っているところであります。なのでで趣味で撮っていていも あの別に「んでそんなの?」っつってそのどちらけになる必要はないんだけどあと真ん中で「被,被写体依存度は高いよね」っていうのを覚えといて損がないしじゃあどうしようかなって言ったりその例えばコンテストに勝つとかそのなんだろうすごくいい感じに撮っているはずなのに人目に触れないなとかね例えば Facebook で「いいね」つかないなとかそういう人の場合はね被写体力をちょっと考えた方がいい場合が結構ありますね。 ああののの美人ななに化粧が下手みたいいそういうのはよくあるんですよだから美人なんだからせっかく美人なんだからもうちょっとプレゼンした方がいいよってプレゼンっていうの別にその満員電車の隣のおじさんとかじゃなくてもいいんだけどその自分を見る誰か彼か構わずその自分自身を美しちゃえば見る人全員にとって美しくなるでしょ素材が良ければ。だから僕ら僕はそっていうことなのでそういうふうに切り替えて考えていった方がいいんじゃないかなと思います。 で今日は別にあ,のあえておっさん写真道にしていないのは写真を撮る全ての人に女性にとっても男性にとっても美味しいパンが撮りたいなって言った時に本当に美美味味ししいパンの方が美味しく写りますそれを意外と写真をやっているカメラをやっている人っていうのは忘れがち僕も含めてね結構忘れがちなのでそこを一度思い出して振り返ってみるといいんではないのかなと思いました思いました思ってお話をいたしましたそんなわけでございますはい。